たとえ火の中、ザビーの中。できれば行きたくないけどさ。我が君ソーリン様、世が不穏な空気に満ちております。ここは九州の守護として。宗茂、お前に言われるまでもありません。戦乱に苦しむ民に愛を捧げる、それが僕のデスティニー。ソーリン様、まさに君主として立派なお心がけかと。民を救うため、食べ物を与え、家を与え、そして何より洗礼名を与えるのです。やっぱそうくるよね。ザビー教のメシアなボランティアに民はメロメロ、入信志望者がザックザクです。民の弱みをついて信者を増やすのか。こういうのをカジバ布教って言うんだろうな。天下をザビー色に塗り替えますよ。レッツウネシゲ先陣を切りなさい。ゴー。御意、神羅万象一切を断ち切る手前の雷切りでも切れぬもの、それはソーリン様への忠と義なり。決まったな。時間の無駄です。宗茂、とっとと行きなさい。ははあ、待ってくださいっす、おやっさん。ねえおやさん、ハル様はどうして、どこへ消えたんでしょうか。時は今。そう、とうとうこの時が。まずは手前が。ふん、力知らずが、我が拳の前にひれ伏せがいい。どうだろう秀吉、まずは彼らに任せてみないかい。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。島左近、入ります。三成君についてきた若者だ。誰かを思い出さないか秀吉。こいつわしのこと絶対舐めてるよね。締めていいよね。あんた今ものすげえこと言わなかった？なーにこのくらい、奥のしごきに比べたら。このままあれが生き絶えれば、三成は我は。どうよこの身のこなし、余裕でおひねり取れるっしょ。もう少し品格のある戦いを。いや、君の場合はそれでいい。手前の前での武士らしからぬ行いはどうかおやめください。綺麗にスカンピンだ。何もかも
すっちまった。いや。水が、これでは先へ進めませぬ。どうだい、驚いたかい。この城は水の防壁として使うのさ。敗北は許さぬ。覚悟せよ。お任せくだされ。あなたの洗礼名はエゴーコジョに決まりました。容赦ないね。兵たちにも見習わせたいよ。主も見やれ、天涯に咲くスミレ色の星よ。我はな、あれが欲しくてたまらぬらしい。お膳立ては整えたよ。さあ、君の思う通りに戦ってみせてくれ、大谷君。この状況を打破する策を剣ずれば、それがしも。その力は豊臣にこそふさわしいと思うが、武士の子守好きも困ったものよね。手前の力を認めていただきながら申し訳ありません。忠の一字だけは決して曲げることはできぬのです。英語の安らぎを許可する。貴様はもう眠れ。驚かせたまえ。ひしきまといし豊なる雪が貴様めがけて降り積もる。心に隙がある時ほど優しくしてくれ。そう、ザビー教の子ね。我が本当に求めたのは恐怖なぜ裏切った。なぜ私を見つめて生きたいのだ。さて、秀吉様が居城の番犬となる許可を。いいよ、けれどくれぐれも超えすぎないようにね。すでに許可はいただいている。英語に仕え続ける許可を。シイロの雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみを一つ残らず、消滅しろ。
初めて体験する見事な技でした。それ式のことで図に乗るでないわ。見ましたか。これこそザビーのなせる奇跡です。故に無敵と取れる選択肢が多すぎる。お前も無敵というのも考えものだね。さあ無敵に立ち向かうは勇気か。いざ無謀だ。即刻貴様の主を連れてこい。奴を斬り、貴様も斬る。よし、誤って穏便に済ますぞ。怒った奥に比べればまだマシだ。頑張れわし。ミスなりよ、我冥王に仕える許可を与え。申し訳ございません、半兵衛様。総評がいかに触れようと情勢は変わらぬ。にとってみれば勝負投票も大差あるまい。あやつ、なんという高みに上り詰めているのだ。全くの非力ではないということか。嘘は人をきれいにする。今日も明日も明後日も主のための馬車馬か。君ならやれると信じているよ。かしこまり候。
一時的な劣勢だよ。騒ぐ必要はないさ。絶対なる力はあそこにある。残念だね。君がたどり着くことはないよ。この僕がいる限りね。ここから先は僕が直接君の力を試させてもらうよ。主人公、あなたの新命令はサバのザビーニです。僕が出てった理由にザビー卿が入ってるよな。待ってみろ、魔王へ加熱具だ。もしかして私全財産没収ですか。俺は無敵の魔王へ加熱具。来い、行くぜ。俺が脇役。立ち止まる、この命は受けておりません。俺は無敵の無敵なのに。不安と差はあるならば我らこそが無数の指よ。あれはジャン、いや、まさかな。ヒゲなどするな。そなたもまた一番星よ。手前、決して怪しいものでは。その快進撃、誘い込まれたとは考えないのかい。入信なさい。そうささやくよ、私のゴースト。お主ら、そのような及び腰で戦は務まらぬ。力で語るは見事と褒めておこう。仇討ちなんか考えちゃねえが、やるしかねえ。サワンにて刃を狩る。ダミエ、我に屈せよ。悪いね、急いでいるんだ。早く済ませよう。僕がこうして夢を見ていられるうちに、この城をここまで攻略するなんてやるじゃないか。でも
剣でのせめぎ合いの実力はどうかな。今でも君の力だけなら受け入れるつもりだが、心情とは全く厄介なものだね。信じるを奪われるは命を失うと同じ。手前は我が君に付き従うのみです。果たし合い、果たしうるのは一人だ。死刑判別、お前を失うわけにはいかぬ。稀なる無知裁き、文武両道とは言い得てみようよ。ひどい。よし。ハンデ、我らが夢必ず果たしてみせる。過去であろう、未来であろうと、我が拳で掴み砕けぬものなどなし。天地を体、我が力に屈せよ。よくぞ我の前までたどり着いた。褒美だ。魔王の拳を受けるがよい。手前はどうも嬉しいようですね。豊臣殿の弾圧を恐れず己が道を突き進む総林様の姿が。弱者の負け戦に興じるなど愚の骨頂よ。勝ち時はこの雷霧にて、豪々と失礼つかまつる。我が忠義雷霧に宿れ。器の違いが分からぬも罪よ。罪とも、君が止めよ。名乗れる者ならば雷神と。たとえ道家とそしられようと、前の在処はすでに定まっているのです。でも総林様には伝わんないんだろうな。もう結局また信者増やしちゃったよ。宗茂、このまま勢いに乗りますよ。日の本ザビーランド化計画、ついに始動です。ザビーランド化計画、悪い評判が増えそうだな。ギャロップ宗茂、喜びなさい。お前に重大な役目を与えましょう。何なりと、わし多少のことなら大丈夫。ザビーランドがプリティマスコット、ジャンボザビー君、その中の人になるのです。こんな恥ずかしいの着られないよ、武士の誇りが。ほら、遠慮せず着てみなさい。我が君、この大役、ザビーランド完成の暁まで取っておきたい所存で。よし、とりあえずはその場しのぎだ。にて石田軍石膏の動きが活発化。豊臣城内に古井戸を発見しました。なんてこった。迷子じゃ。近頃は獣どもも騒がしいですが、これも乱世がゆえですかな。
た砂人が今なお逃亡を続けているとか。いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、侘助。